どうも、ゆういちです。今週もオキテーボー行きます。今年7回目のオキテーボーです。浜風駅狙いつつ、ガチでクエ狙っていきたいと思います。着きました。これから準備して始めます。まだ明るいんで蚊につけて石台狙ってみます。ヘッドで6フィッシュ狙っていきます。1匹でも取りたい。黒い。せっかく持ってきたオニヤドカリなんで、オニヤドリカリをつけてやっていこうと思います。よいしょ。これでここに埋めるか。いい感じじゃない？いい時間になってきたんで、とりあえずカツオの腹も投げてきます。なんかかかってくれればありがたい。じゃあカツオのハランボに2つ、2本投げていきます。2本目、何かが釣れたっぽい。釣れたいよね。魚は釣れてるの。まあけどいいよね、いい感じだよ。腹も当たらないんでイカタに変えました。これで投げてきます。いやダメかな。腹もからかまずに変えます。スーパーで買ってきた横は1匹150円で買ってきました。これ1匹丸ごとぶっ込みます。食えついて。あ、外れたかも。外れたな。乗ってない。やばいっしょ。しゃあマジかよ。マジかよ、くそー。上がるね。内側でドラグ出たんだけど乗らなかったんで、アジで攻めてきます。アジにしたら当たりなくなったんでカマスに戻します。針はクエ針の25号に変えました。これなら針先も出るし食うでしょう。当たり少ないんで竿を1本増やします。
当たり少ないんで竿を1本増やすんですけど、虫餌で狙ってきます。やばい、絶対やばい、絶対やばい。やっば。あ、ある。こっち。いや、何かだ。いや、本物っぽいぞ。けど、タマンバリ25号だけど。サメかな。まだだな。でかい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 、これ7号あるでしょ。よーし、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 でけー。これはでかい、これはでかい、やばいやばいやばい、おめでとうございます。ありがとうございます。内側なんだ。よいしょー。もうでかいでかい、これやばいやばい。やっぱ73ぐらいあります。72はある。5.45 5.54 か。ほんと頑張ってよく釣れたよ。なんかポンチョンチョンチョンってあるからさ、なんか釣れてんのかなと思ったけどさ、このサイズの糸吹きがなかなか釣れないよ。いや、ちょっと嬉しかった。ありがとうございます。ちょっと嬉しかったよ。かかってくれてありがとうみたいな。困ってたらこれ泳がしてたよ。かわいいな。ちょっと写真撮っとこうかな。よし、ありがたい。むしろちょっと虫餌としてはありがたい。そう、青磯辺でちゃんとかかったねっていう感じで。こうやってつけてるの、だから竿の上側に貼ってるの。両端に、そうそうそう、あの細めの、あの布ケープ、布紙テープ。タイラップかと思った。タイラップ、あの緑のやつです。あれタイラップ。後入れ、火薬、火薬投入、入れ替え、よろしい感じ。良いね。当たりが遠のいたんで、ふさがけして投げてきます。よいしょ。魚餌当たんなくなってきたんで、
イカタにします。今日も渋い。あ、いるか。あ、なんか乗ってる、なんか乗ってるぞ。何かは乗ってます。青いそう。あ、いや、わかんねえ、微妙だけど、ちょっとあげるわ。またあれじゃない、糸笛かもしんないけど。あれ、さっきの方じゃないの。ちょっと大きくなったかな。おー、癒しだね。癒してもらいました。かわいいよ。素晴らしい、素晴らしい。かわいいんで逃がしまーす。ナイス。なんかついてんなと思ったらおじさんだよ。ね、びっくりした。マジか。っぽい気がする。うわー、これはやったぞ。うわー、
マジか、やったな、はい、いや、これ気持ちいい。いや、これは取ったね。素晴らしいわ。寝ようかな。素晴らしい、でかすごいすごい。いや、これすごい。いや、これはいいわ、羨ましい。みんなのあれっすよ。素晴らしい。これは素晴らしい。お、なんか山内くんも出てるけど。よし、おめでとう。危なかったね。危ねえ、マジ。皮一枚ではない。あ、そうです。貫通してないね。いや、してる、してる。してて、してて、すげえ、皮一で。あ、65ぐらい。あ、でも、もういいとこ。うわ、こいつもガリガリ。マジ一瞬だね。うらやまー。ねえ、これはね、アジの方かもしれないですね。ちっちゃいアジに。アジにしても。おめでとう。